おそらく現時点で一番楽ちんで一番儲かる画期的な背取り手法を開発いたしました。背取りに興味がある方、背取りには興味がないけどお金には興味があるという方、わずかな時間で金稼げるんだったら最高だよねって思う方、ぜひ最後まで見てください。そもそも背取りとは、転売ヤーって何が違うの？疑問に思っている方いらっしゃいますよね。まず背取りとは、小売店から仕入れて商品を販売するお金稼ぎの方法です。転売と背取りは一緒です。一般的な商流というのはこのようになっていまして、まずメーカーが問屋に商品を売ります。問屋が小売店に商品を売って、小売店が我々消費者に商品を売ります。メーカーから問屋に商品を売ることを製造業、問屋から小売店に商品を売ることを卸売業、そして小売店が我々に商品を売ることを小売業と言いますね。この一般的な商流に背取りとか転売はないんです。背取りとか転売っていうのは超特殊でして、小売店とか消費者から商品を仕入れる、これが背取り転売というちょっと特殊な物販ビジネスなんですね。僕に限らず多くのYouTuber の方が背取り転売いいよっていう風にお話ししていますが、そもそも背取りの何がいいのでしょうか。一番はすぐに仕入れられるということです。製造業のように商品を作ったり、卸売小売業のように販路開拓したり、商品を仕入れる契約とかする必要はありません。あなたも今すぐにその辺のお店に行って商品を仕入れることができますよね。次がリスクが低いということです。商品を販売する前からこの商品は本当に売れるのか、どのくらいの価格で売れるのかというのを分かってから仕入れるので、非常にリスクが低いビジネスになります。そして最後に販売もめちゃくちゃ簡単なんです。 Amazon とかメルカリとか商品を販売する販路はいっぱいあります。ということで、あなたもご存知だと思いますが、今多くの人が背取り転売で稼いでいます。いやいや、でも背取りとか転売って違法でしょ、そう思っていませんか。実は法律的には背取り転売は全く問題ないんです。ただし一部を除きます。こちらが法律に触れる背取りの種類なんですが、一つ目がチケットの転売ですね。チケット不正転売禁止法という法律がありまして、こちらの法律に触れます。二つ目が中古品の販売です。もちろん中古品の販売は行ってもいいんですけれども、中古品を仕入れるときに古物商の免許が必要になります。古物商の免許は警察署に行って所定の手続きと、約2万円の納付をすれば、だいたい1ヶ月ぐらいで誰でも取得することができます。そして次は当たり前ですけど、偽物の販売ですね。著作権法の違反になります。また医薬品やお酒ですね、こちらの販売も免許が必要になります。薬機法であるとか酒税法の違反になりますので、くれぐれも注意してください。こういうのはダメなんですけど、基本的には OK なんです。では僕が、船原と言います。船原がね、最初にやった転売っていうのはどういう転売なのかというと、 eBay 輸入転売というのをやりました。海外に eBay というオークションサイトがあるんですけれども、こちらで商品を仕入れて日本のヤフーオークションで販売することで利益を上げることができたんです。例えばなんですけれども、こちらファイヤーキングというアンティークの食器になるのですが、こちらのマグ2つでだいたい8000円ぐらいで今でも仕入れることができます。送料とか入れると1個あたり4500円ぐらいですかね。こちらをヤフオクで売ると、なんと1個8000円とかで売れるんですね。こういった商品を仕入れていました。僕がやっていたのは2007年ぐらいだったのですが、当時でもやれば普通に毎月100万円ぐらいは利益出せましたね。でもこういうファイヤーキングに限らず、今でも稼げる商材はたくさんあります。このように転売にはいろんな種類があります。いろいろありすぎるのですが、3つに大別すると、国内転売、これが背取りと言われています。輸入転売、そして輸出転売ですね。この3つに分かれてきます。ちなみにこの3つ、今でも全部稼ぐことができます。ぜひね、自分に合った手法を選んでください。ちなみに僕は輸入が得意で、今でも物販だけで10億円近く売っているのですが、ほとんどの商品が輸入した商品を日本で販売しています。自分に合った方法そんなわかんないよっていう方、そういう方はまずは国内の転売、いわゆる背取りがおすすめになります。なぜ国内の転売背取りがおすすめなのかというと、とりあえずすぐに始められます。すぐそこで商品を仕入れることができますし、販売もメルカリとかヤフオクとかアマゾンであればすぐに売ることができます。また国境を越えて商品を仕入れたり発送とかしたりすることがないので、リスクも非常に少ないです。儲かる商品はもう今でも大量にたくさん、星の数ほどありますから、今から参入しても稼げないんじゃないかということはありません。これを聞いて、よしやってみようと思った方、大丈夫です。あなたは始めません。なぜなら、船原調べでですよ、やってみようとか、情報を集めようとか、情報を集めて準備したらやるぞと思っている、この今そこの動画の前にいる方の
90% は実際に行動しないんです。またやっては見たけれど、実際にじゃあそのやったことをずっと続けている方っていうのは10人に1人もいません。つまりこんな感じですね。やってみようと思う方が100人いたら、やってみたっていう方が10人いて、でやってずっと続けてますっていう人が1人です。この動画が1万回再生されたとしても、実際に続けている人は100人ぐらいでしょうね。あなたはどうしますか？やり続けない人にはこの情報は無駄です。見ている時間も無駄ですよ。今すぐこの動画を見るのをやめて、いつもの楽しい時間消費のためだけの動画に戻ってくださいね。いやいやいや、それでもやるぞという方、アドバイスがあります。最初の1円です。1円を稼ぐのが異様なほど重要です。なぜならほぼ全ての人は自分の力だけで1円すら稼げないわけです。会社から給料をもらったり、パートしてバイト時給をもらったり、誰かにお小遣いをもらうということはできるんですけれども、じゃあ自分の力だけでお金を作り出してみてくださいって言われると誰もできないんですよ。0円と1円は雲泥の差です。まずは本当に1円でもいいんです。せどり転売で稼いでみましょう。それで本当にあなたの人生が変わります。じゃあその1円稼ぐのどうするの、その手法はどうやったらいいの、これを全部この動画内で教えていきますね。多分なんですけど、今回ご紹介するこの方法が一番楽ちんで一番手っ取り早く稼げる方法かなと思ってます。ぜひ最後まで見てくださいね。ちなみにプレゼントもありますよ。でちょっと申し遅れましたが、私船原哲夫と申しまして、この動画を提供している物販総合研究所の所長をやっています。自分自身物販はね、先ほど言いましたけど2007年から始めまして、2009年からこの物販で稼ぐ情報というのを配信しております。 SNS のフォロワーは約10万人以上、会社の年商は約12億円ぐらいですね。書籍も出しておりまして、あのホリエモンこと堀江貴文さんにネットで副業したい人にはこの本おすすめだと言っていただきました。ありがとうございます。またあのサッカー選手でもあり、投資家でもあり、ビジネスマンでもある本田圭佑さんが物販総合研究所の公式アンバサダーとして僕らの活動を応援してくれています。僕と本田圭佑さんのインタビューも YouTube に上がってますので、ぜひご覧ください。さてここからが本題。今回ご紹介する一番楽ちんで一番手っ取り早く稼げる手取り方法は何かというと、こちらドン、特殊な電脳せどりになります。そもそも電脳せどりって何なのと、インターネット経由で仕入れを行うせどりのことを電脳せどりと言います。電脳せどりのいいところは店舗で仕入れないので、どこにいてもいつでも仕入れが可能なんです。例えばなんですが、こちら同じ商品がサイト A で 14,500 円で販売されており、サイト B では23,100 円で販売されているとしますね。この時にサイト A から買ってサイト B で売れば利益が出るんじゃないかと、そう思いませんか？だって 14,500 円で売られているものが 23,100 円で売られてるんですよ。価格差としては約 9,000 円あります。でもちろんその価格差からサイト A からサイト B に送る送料、そして、まあ、販売する手数料ですね。まあ大体 10% ぐらいなんですけれども、こちらを差し引いたものがあなたの手取りになります。この場合だとおそらくなんですけど、この商品を仕入れて販売すれば、まあ約6500円から7000円ぐらいの利益が出るかなと思います。じゃあ電脳せどりって何するの？ということなんですけれども、超簡単です。同じ商品を安く仕入れて高く売る、これだけなんです。これ以外のことはマジでやらないです。やることとしては安く仕入れて高く売る、これだけです。先ほどのように全く同じ商品なんだけど、場所が変われば異なる価格で販売されているケースというのは探せばたくさんあるんです。例えばこのドライヤー、とあるサイトでは5275円で販売されているのですが、違うサイトでは7800円で販売されています。例えばこのドライヤー、またドライヤーですいません、4010円でとあるサイトで販売されているのですが、こちらのサイトだとなんと6700円で販売されています。同じですよね。これそもそもちょっと想像してみてください。世の中の全ての商品、別の場所でも全く同じ価格で売られていますか？そんなはずないですよね。スーパーで買うコーラとコンビニで買うコーラ、富士山の頂上で買うコーラ、同じ値段ですか？同じ商品を安く売ってるサイトを探して高く売れるサイトで売る、これだけで稼ぐのが電脳せどりになります。ここでちょっと重要なことは、どこで売るのかということです。売る場所といえばヤフオク、メルカリ、楽天、ヤフショ、いろいろあるんですけれども、僕の一番のおすすめはこちらです。ドン！ Amazon です。なぜ Amazon がいいのかということなんですが、販売プラットフォームごとの利用者数なんですけれども、Amazon 約5120万人です。メルカリとかと比べると、まず利用者数が全然違いますね。商品の出品しやすさとか、商品の配送サービスなど他の場所と比べてマジでレベルが違うんです。あとここが一番重要。Amazon は同じ商品でも高く売れるんです。
そして FBA がすごいんですよ。 FBA って何なのかというと、フルフィルメントバイアマゾン、略して FBA なんですけれども、アマゾンがやっている倉庫ですね、我々に代わってお客さんへの発送とか梱包作業などを代わりに行ってくれるサービスがあるんです。アマゾンのカートのボタンの下に出荷元と販売元というのがあるんですけれども、この出荷元にアマゾンとつくようになるんです。 FBA はとにかく楽で、この仕入れてきた商品をアマゾンの商品に送るだけ、あとは商品の仕分け、在庫管理、受注管理、ピッキング、梱包、発送、決済処理など全部 Amazon FBA が代行してくれるんです。メルカリ、ヤフオク、こんなサービスありません。とにかく楽で、とにかく売れまくるのが Amazon なので、もし電脳セドリをやろうというのであれば、まずは販売場所 Amazon どうかなと考えてみてください。ちなみに先ほど例で出したこの商品、 23,100円で売れてます、7,800円で売れてます、6,700円で売れてます、高いですよねって言った場所、全部 Amazon です。他のサイトよりも高く売れる商品が多いんですよね。そもそもなぜ Amazon は高く売れるのか、僕もそうなんですけど、 Amazon でしか買わない人って結構いらっしゃるんです。例えば商品 A が Amazon で1万円で売れていて、違うサイトでは8000円で売られていたとしましょう。でも僕は他のサイトを見ないんで、 Amazon で1万円で売ってるんだったら買おうかなと思って買ってしまいます。他のサイトの値段を確認せず Amazon で買う人ってかなり多いんですよ。また他のサイトで8000円で売られていたとしても、またそのサイトになんか住所登録したり、カード情報登録したりとか、あとアマゾンで買ったらすぐ届けてくれるんですけど、他のサイトだったら3日かかるとか、違いがあるわけですね。決済や発送が便利すぎるので、多少高くても買う人は多いわけです。ということで、多くの電脳セドラーは商品をアマゾンで販売しています。じゃあどうやって商品をアマゾンで販売するの？アマゾンで売ったことないよっていう方いらっしゃいますよね。アマゾンのセラーアカウントってどうやって作るのかなと、販売方法はどうするのかな、 FBA に商品を送るどうすればいいのかな、こういうマニュアルってないのかよ、船原という方ね、いらっしゃるかなと思いますが、あります。Amazon のビジネスマニュアルを無料で配るサイトを貼っておりますので、ぜひ無料で入手していってください。さて、重要なことがありますよね。Amazon で売るのは分かりましたと。どこで仕入れるんですかということです。仕入れ候補はたくさんありますよ。楽天、ヤフショ、メルカリ、ヤフオク、あといろんな EC サイトいっぱいありますよね。いっぱいあると言われてしまったら、どこで仕入れればいいんだいと迷ってしまって、結局何も仕入れられずに行動できない方がいらっしゃるかなと思います。まず一つの回答としては、儲かる商品が見つかるんだったらどこから仕入れてもいいですよということですね。楽天、ヤフショ、メルカリ、ヤフオク、EC サイトで仕入れて、Amazon で高く売れる商品なんて山のようにある、いや星の数ほどありますが、効率よく探したい、効率よく仕入れたい、効率よくお金を稼ぎたいんですよね。そうなのであれば、いろんなとこから仕入れるということはせずに、仕入れ先を絞った方が効率がいいです。いろんなところで探すのは効率が悪すぎます。じゃあどこで仕入れればいいんだい船原と思われてるかなと思いますので、答えを一つ出します。そのおすすめは楽天です。つまり楽天で仕入れて Amazon で売る、この楽天セドリと呼ばれていたりする方法を今回をおすすめします。なんで楽天仕入れがいいんだいという話なんですけれども、まず商品点数が圧倒的に多いんですね。楽天には常時5万6000の店舗、3億6000万点の商品があるんですよ。あとセールが多いですね。また楽天競争めちゃくちゃ激しいです。値段安いです。僕もAmazon で買う派なんですけれども、楽天の方が安かったなっていう商品めちゃくちゃいっぱいあります。あと最後、これはまあおまけなんですけど、ポイントも大量につきます。最大 43% とかつくんですかね。僕はまあその SPU という楽天のランクを結構上げているので、常時 8.5% とか、まあいい時は 10% ぐらいつきますね。こんな感じで楽天仕入れめちゃくちゃおすすめです。先ほど例を挙げたこの商品、14,500 円ですよとか、5,275 円ですよとか、4,010 円ですよ、 Amazon より安いですよねって挙げた商品、全部楽天の商品になります。ということで、とにかく初心者はこれだけ覚えて帰って、楽天で仕入れて Amazon で販売する、これがおそらく現時点で一番確実に儲かるセドリ手法となっています。
ております。どうもありがとうございましたではなく、重要なことありますよね。僕一番最初に言いました、おそらく現時点で一番楽ちんで一番儲かる画期的な背取り手法を開発しましたよというところで、重要なところはここですよね。一番楽ちんというところだと思います。実はですね、ここまで言っちゃって本当申し訳ない。膨大な楽天の商品の中から Amazon 販売で儲かる商品を見つけ出すのって結構大変なんです。いや、あるんですよ。めちゃくちゃあるんです。だって3億6000万点もあるわけですから。まあそこの砂漠から砂粒をこうね、拾っていくような感じになるんですけど、まあそれが結構大変なんです。で、どんぐらい大変なのかちょっとやってみますね。実演します。はい、こちらが楽天のページですね。商品がいっぱいあります。楽天から仕入れて、こちらの Amazon で販売することによって、利益が上がる商品を見つけていくということなんですけれども、お話ししましたように、楽天には3億6000万点の商品がありますので、じゃあ、どの商品を仕入れるのかということなんですけれども、ガチの電脳セドラーはもう全部ね、上から全部見ていく人もいるんですよね。ただ、そんなことをやっていると、マジで日が暮れるので、ちょっとでも効率のいい方法はないかなと、皆様がいろいろ研究していった結果、まず楽天でも今安売りしている商品であるとか、よく売れている商品を見ていくと、儲かる商品を探し当てられる確率が高いというね、結論に達しています。なので、まずは、じゃあ、どうしようかな。ランキング見ていきますか。この人気ランキングというところ、この総合ランキングを見ろ、ポチッと押していただき、で、今ね、売れているものランキングが出てきますよね。この中から、ご自身が好きなカテゴリーを選んでいきますが、じゃあ僕の場合だと、結構このスマートフォン、タブレット系の商品好きなんで、こちらをポチッと押します。すると、スマートフォン、タブレットのランキングデイリーとかね、週間月間が出てくるんですが、とりあえずデイリーで見ていきましょう。で、上から一つですね、じゃあこのメタのVR ヘッドセットが、ヤマダ電機ですかね。で、売っています。こちらの商品が今 75,491 円なのですが、この楽天で 75,491 円の商品が Amazon でもっと高く売れていたら仕入れて売ればいいわけですよね。では Amazon ではいくらぐらいで売れているのか。こちらのまずね、タイトルをコピーをしまして、で、Amazon のこちらにペチッと貼り付けます。メタクエスト3128倍と、これだ！これも非常に Amazon でも売れているのですが、74,800円。楽天の方がちょっと高い。ということで、この商品はダメということになります。はい。これを全部ね、上から見ていくわけです。はい。はい、すいません。ちょっと2、30分頑張ってみたんですけど、なかったんで、次の方法でやりたいと思います。ちょっとランキングは、今売れている商品を見るという感じだったんですけど、ちょっとランキングから、今安売りしてる商品にしましょうか。で、安売りしてる商品を探すには、よくやる方法としては、このスーパーディールというものがあります。で、スーパーディールっていうのは、楽天の中で、ディールっていうのはこう安売りっていう意味なんですけれども、安売りしてる商品の中でも一番安売りしてる商品が集まったところです。はい。で、安売りなんですけれども、安いというよりは、この書いてるように、こう、ポイントバックって書いてますよね。楽天ポイントで、還元してくれますよという感じで、例えばこの商品だと、998円なんですけど、50% ポイントで返ってくるので、462円相当のポイントは返ってくるという仕組みになります。なので、この商品の中で、ポイント込みで、考えたら儲かるんじゃないか、いわゆる楽天ポイント背取りだと儲かるんじゃないかみたいな商品ちょっと見つけていきたいと思うんですけれども、今回はね、1個ぐらい見つけたいんで、ちょっとやってみましょうか。ようやく見つかりました。やっぱ一個はね、ちょっと見つけないとと。リットでほんと時間かかったんですけど、こちら。BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーパッツですね。こちらがですね、楽天で36,330円で売られています。で、5810ポイント還元です。で、今、スーパーディールで 10% ポイントバックプラス、7.5 倍ですね。こちらの僕の SPU が上がっているからなんですけれども、5810ポイントが還元され、さらにですね、ここにクーポンを獲得することができます。山田電機楽天店で使える2000円引きということで、これで2000円を引くと、実質の仕入れが28,520円で、仕入れることができますね。で、Amazon がこちらです。
はい、ちょっとちっちゃいんですけど、過去1ヶ月で200個以上購入されているので、まあ、売れるかどうかっていうと売れる商品ですね。ただ、値段がですね、39,600円になってまして、さらにポイントが 10% ついています。この商品を販売するとどのぐらいの入金があるのかを見てみましょう。こちらのね、料金シミュレーターに、Amazon の番号を入れてみて、39,600円で販売しましたと。仕入れが 28,520円ですね。仕入れが 28,520円。で、さらに、今ポイントつけて販売してますよね。3,960ポイント。3,960ポイント入れると、まあ、ポイントが今 10% ついていたとしても、利益で2,624円。利益率で 6.63% は出ますよという計算になります。で、今回はですね、このスーパーディールのポイントと、この SPU のポイントを使って5810円プラス、このクーポンですね、クーポンが2000円ついてるから、まあ、ギリギリ利益になるという感じでしたけど、まあ、こういう商品って実はたくさんあるのですが、探すの難しいですよね。はい、結構今回探してみましたという感じで、結構大変なんですけれども、まあ、基本的にはこういう方法で見つけてくださいねと。まあ、数時間あれば数商品が見つかるかなと思いますんで、まあ、もしね、あなたにど根性がありましたら、月に数万円ぐらいは稼ぐことができます。どうもありがとうございました。ではなく、全然楽ちんじゃないじゃんと思ってますよね。はい、楽ちんではございません。楽ちんではないのですが、世の中のほぼ全てのこの電脳セドラ同じようなことをやってますよ。思考停止して夜な夜な楽天とアマゾンの価格を見比べているわけです。はい、デュアルディスプレイを買って、右側楽天、左側アマゾン、さあどうだみたいな感じでやってるわけなのですが、あなたもやりますか？これはね、正直おすすめしません。時間帯リターン、まあ、最近の若い人はタイパとか言ったりしますよね。こちらが悪すぎます。慣れない頃最初時給100円とか、まあ、もしかしたら2桁、1桁になる方もいるかなと思います。まあ、ここで普通のビジネスマンならこう思うわけですよね。もっと効率的にやる方法はないだろうかと。手法自体は稼げるのは分かっているんだけど、もっと簡単に儲かる商品が見つかったらもっと稼げるのになって思いませんか？あります。実は、自動的に楽天から仕入れてアマゾンで販売するときに価格差がある商品を探してくるツールを我々が物販総合研究所が開発しました。その名もポイポイポケットというツールになります。名付け親は僕です。可愛くない？つまりどういうことかというと、ポイポイポケットを使って楽天から仕入れてアマゾンで売ることによって利益が出る商品を見つけてきましょうというポイポイセドリという手法ですね。これがおそらく現時点で一番楽ちんで一番儲かる画期的なセドリ手法なんじゃないかなと思ってます。ポイポイポケットにはどういう機能があるのかというと、さらっとお話しますと、楽天商品の情報を自動的に楽天から抽出してきます。Amazon の商品の情報をこれまた Amazon から自動的に抽出してきます。で、楽天の商品と Amazon の商品をマッチングさせます。同じ商品ですよねとマッチングさせます。マッチングさせたら、あとは価格差がある、まあ、要は儲かる商品ですね、こちらを自動に浮かび上がらせると、これがポイポイポケットの機能になります。どうですか、すごくないですか。で、何言ってるかわかんないっていう方、ポイポイポケットの中身実際に見てみましょう。ただし注意点としては、実際のツールを使うと必ずポイポイポケットを使いたくなってしまうと思いますんで、こっから先見る方はポイポイポケットを使って楽天セドリで、いや、ポイポイセドリで稼いでしまうんだなっていう前提のもと見てくださいね。そういう未来お断りという方はこれ以上先見ない方がいいです。それでは実践しましょう。はい、こちらがポイポイポケットですね。このツールは一体何なのかというと、お話しした通り、楽天とアマゾンの商品情報をこちらに取り込んで、価格差がある商品を自動的に抽出してくれるツールになります。では、どのように情報を取り込むのかというのですが、この一番左上に新規登録というところがありますよね。こちらをポチッと押しますと、テキスト登録、CSV 登録、キーパクエリ登録というのがありますが、まあ、これちょっと難しいので、今回テキスト登録というのをしています。はい。テキスト登録ってなると、このようにテキストエリアを入力するところが出てくるんですが、こちらにですね、登録したい商品の Amazon の商品番号を入れます。例えばですが、先ほどのこの BOSE のクワイエットコンフォートウルトライヤーパッツ。この下の方にですね、ASIN と書いている場所があります。こちらの ASIN をコピーします。
そしてこのポイポイポケットに入力します。こんな感じでですね、一つずつ入力していってもいいですし、例えばなんですけれども、そろそろ冬になるので加湿器があるとしますよね。で、加湿器と検索した時にここにいっぱい商品が出てくるわけです。この商品の Amazon の商品番号を一気に取ってくるツールというのも存在します。こちらの商品が ASIN を取ってきてくれました。今クリップボードでねコピーされているので、それをそのままここに貼っちゃいます。ダン、こんな感じですね、ありますね。今500件ぐらいですかね、はい、ここに貼り付けることができました。このようにですね、ASIN コードをこちらに貼り付けることによって、Amazon の商品をねの情報を取り込んでねっていう指示をすることができます。ではこのインポートを押してみましょう。ポチッと、このインポートを押すとですね、ポイポイポケットが自動的に Amazon の情報と、あとこの Amazon に出ている商品と同じ商品の楽天の情報を勝手に取り込んできてくれるんです。そして僕のこのツールの中にはですね、すでに8万件程度の情報がインポートされているんですね。膨大な楽天と Amazon の情報がすでに取り込まれているとお考えください。でも8万件あったところで、それが全部儲かる商品なのって思うわけじゃないですか。違うんです。その中から稼げる商品だけをピックアップしてきてねっていうのをポイポイポケットにこちらから指示しないといけません。それがですね、このフィルターになります。この左上にフィルターっていうのがありますね。はい、こうするとですね、僕が取り込んでいる商品の中からどういう商品だけを出してきてねっていうのをですね、ポイポイポケットに指示することができるんです。では先ほどこちらにインポートした加湿器を見てみましょうか。まずクリーワードで加湿器と検索します。これでですね、このポイポイポケットに登録されている商品の中で加湿器とタイトルに入っているものを抽出することができます。で、これだけだとですね、じゃあ加湿器全部出すと意味ないじゃないですか。やっぱ利益が出るものを出さないとダメですよね。ではこの利益ですね、利益がじゃあ1000円以上とかね、こういうふうに指定することができます。利益が1000円以上の商品だけ出してくださいとか、はい、あと1ヶ月のね販売個数とかも出せます。価格差があってもですね、売れてない商品だったらダメじゃないですか。じゃあ1ヶ月じゃあ15個2日に1個以上は売れるような商品だけ出してきてねとか、また販売価格とかね、仕入れ価格とか、あとポイントとかも全部計算してくれます。ではですね、これでフィルターを適用してみます。これで何が出てきたのかというと、このポイポイポケットにご自身で登録した商品の中から加湿器とタイトルに入っていて、利益額が1000円以上、1ヶ月の販売個数が15個以上の商品ですね、こちらが今表示されているこんな感じですね。いっぱいありますね。なんでこれをまあ仕入れて売れば、まあ、基本的には利益は出るという予想なんですが、ちょっと見てみましょうか。では一番上の ASIN 番号こちらですね、はい、この商品を見てみましょう。1ヶ月あたりの販売個数が17個と出てきてますね。今の楽天の仕入れ価格なんですけれども、まあ、このエクセラーっていう店舗1号店2号店3号店っていうあるんですけれども、ここからですね 11,450円で買うことができます。Amazon の販売価格が情報を取ってきた時点だと 14,980円。ただ Amazon の価格はですね、かなり動くので、この数値と実際に開いた時の数値が変わっていることは結構あります。で、Amazon の手数料、こちらも自動計算で1498円。で、この獲得ポイントとかはですね、このポイポイポケットに登録することができるのですが、ご自身のポイント倍率ですね、こちらを計算に入れています。するとですね、利益が1675円で利益率 8.12%、 で現金利益だけ考えると1217円出るという計算になりました。こちらは自動的にポイポイポケットが計算した数値になります。で、ここからご自身でねきちんと見に行ってきてみてください。こちらをポチッと押すとですね、Amazon に飛ぶことができます。 14,980円で販売されていますね。で、楽天はと、はい、11,450円で仕入れることができます。はい、なので Amazon と楽天の価格差だけでも一応3,500円ぐらいはありますかね。まあ、さらにポイントもつくので、ポイントとか考えると、まあ、4,500円ぐらいの価格差ありますので、まあ、仕入れて販売しても
利益は出そうな気がしますね。まあ、もちろんこの商品ちゃんと同じかどうか見てくださいね。HD3020W、HD3020W をおそらく仕入れて売れば儲かるのかなと思いますが、ちょっと箱の傷、破れがあると書いてあるので、この商品ちょっと Amazon で新品で売るのは難しい可能性があるので、こういうのはね、ちゃんと注意してください。まあ、そんな感じでですね、何万点も登録してたらこんな感じで大量に商品が出てきますね。では今度フリーワード検索はやめて、もっと違うものでやってみましょう。例えばじゃあ利益額もっと高くしますか。1個あたりもっと稼ぎたいですよね。じゃあ4000円とかどうですか。1回あたり4000円利益出たらいいですよね。でまあ1ヶ月の販売コース15個、これは置いておきましょう。で利益率もね高い方がいいですよね。なんかすごい高いものをね、10万円のものを売って4000円を買ったとかだとちょっと怖いんで、利益率 15% から 25% とか、まあ、こういう風にしてみましょうか。はい。で、カテゴリーもね、選べますので、まあ、ご自身が好きなカテゴリーがあればいいんですが、じゃあ、例えば、僕、家電カメラ好きなんで、家電カメラやらせてもらいますね。はい、家電カメラ。こんな感じですね。いろいろ設定することができます。そして、フィルターを適用しましょう。これで僕がすでにポイポイポケットに登録してある商品の中から4000円以上現金利益が出て、利益率が 15% から 25% の間、さらに1ヶ月で販売できる個数が15個以上の商品がこうやってずらーっと出てきました。もちろんこの商品すべてがですね、利益が出るわけではないので、ご自身でね一個一個見ていく必要はあります。まあ、例えばこれなんですけど、 Amazon での販売価格が 61,629 円で、楽天だと 45,169 円とか 53,000 円で仕入れることができますよという商品ですね。現金利益でなんと1万円出てしまう。まあ、ポイントとかがね、結構取れる方はもっといけるんじゃないかっていう商品ですね。実際に見てみると、Amazon だと、今59,000円になってますね。ポイポイポケットで取ってきた時はですね、61,629 円だったんですけど、まあ、Amazon の価格は動いてます。で、ポイポイポケットなんですけど、常時ですね、情報を更新するようにしてるんですが、それでもリアルタイムという感じにはならないので、1日に1回とかですね、価格を更新していくので、リアルタイムの、価格ではないこともありますので、ちょっとご注意ください。59,190 円ですね。で、楽天の仕入れはというとですね、はい、こちらまだいけますね。45,169 円で、ポイントもまあ僕の場合は3,526つくので、まあ、仕入れで考えると大体42,000円いかないぐらいですかね。送料も無料になっています。なんで42,000仕入れの59,000販売なので、まあまあ利益が出るかなと思います。ただこれ Amazon ね、本体が今売ってて、在庫も11個あるということなので、まあもうちょっと安くしないと売れないかもしれませんが、それでも利益は出そうですよね。まあ、こんな感じでポイポポケットを使うとですね、いろんな商品がどんどん出てきますんで、まあ今回ね、4000円以上で1ヶ月15個以上売ってて、利益率がこのパーセンテージで、カテゴリー検索が家電カメラというふうにしてみました。例えば Amazon 本体ね、今いましたけど、Amazon 本体いないやつだけとかね、この家電カメラっていうのを、例えば、ご自身の好きなカテゴリー、例えばじゃあホーム&キッチンにするとかね、ホーム&キッチンに4000以上の商品あるかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、一応出てきましたね。はい。こういうふうにね、ドーンと出てきますんで、ぜひね、このポイポイポケットを使って、で商品をまずいっぱい登録して情報を取ってきて、でそこから商品を自分の好きな条件で浮かび上がらせるとですね、利益商品がポン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 見つかるという感じになってますんでね、すごく楽しいですよ。ぜひねやってみてください。いかがでしたか。ポイポイポケットを使えばこんな感じで楽天仕入れて Amazon 販売で儲かる商品を超効率的に大量に見つけることが可能になります。あとは仕入れて売るだけです。ポイポイポケットを使っていない電脳セドラーは自力でコツコツと利益商品を見つけてるんです。こういった電脳セドラーに圧倒的な差をつけることができます。ポイポイポケットを使っている方で大規模に仕入れている業者ですね、資金がある方、あとこのポイポイポケットを使う人員を1人2人当てられる方は月に100万円以上の利益をすでに上げています。また個人の方で効率的に稼ぎたいなと思っている方は本当に1日1時間という時間で月に10万円とか20万円の利益を上げている方もいらっしゃいます。もちろんなのですが、ポイポイポケットは単なるツールです。ポイポイポケットが使えるから
あなたが確実に稼げるわけではありません。ポイポイポケットから浮かび上がってきた商品から、じゃあ確実に儲かる商品はどういう商品なのかというのを特定することが重要なんですね。まあ、その他挙げるとキリがないです。Amazon での販売どうするか、楽天のポイントをいかにお得にゲットするか、カテゴリーとかブランドとか商品の規制どうするかなどなど、いろいろ電脳セドリのノウハウがあるんですよね。ですのでポイポイポケットだけじゃなくてプラスして電脳セドリのノウハウが必要です。それがあれば効率的な最強セドリが出来上がるということです。ここまで見ていただいて、ポイポイポケット使ってみたい方、それだけじゃなくて電脳セドリのノウハウも欲しいなと思っている方、まずは情報の請求をお願いいたします。情報の請求方法なのですが、まず概要欄を見てください。概要欄にポイポイポケットのサービスページの URL を載せています。概要欄のですね、ポイポイポケットの情報請求ページのリンクをクリックもしくはタップしていただくと、このようなページになると思います。はい、こんな感じですね、ポイポイポケットの詳しい説明をしていますので、ぜひね見てください。こちらにですね、すぐに使ってみるというボタンがありますので、こちらをまあクリックタップしていただくと、メールアドレスをですね入力するフォームになります。こちらにご自身のメールアドレスを入力していただけましたら、こちらの方からポイポイポケットに関する情報を配信させていただきます。ただここにも書いているのですが、ただいまねポイポイポケットのご利用のまあお申し込みがですねかなり多くなっておりまして、利用制限がかかる場合がありますので、もしねちょっと使ってみたいと思う方がいらっしゃいましたら、なるべくお早めにこちらメールアドレスで登録していただければと思います。現在人数限定で大公開中なので、ぜひお早めに情報の請求をお願いいたします。最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。今後も物販転売セドリについての情報を配信していきます。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではさようなら。